以前シタデルで筆塗りしたロックマンゼロをハードモードに改造していきます。よろしくお願いします。いつもはサボる合わせ目消しですが、今回ハードモードなのでカラーパテで埋めていきます。埋まったらナイフとサンドペーパーで整えていきます。サンドペーパーは400番、600番、800番でゴシゴシしていきます。カラーパテを使う場合は硬化促進剤が必須です。瞬間接着カラーパテとかパッケージに書いてあるくせに全然固まりません。あと今回は隠蔽力の強い暗い色で塗るので問題ないんですが、青いパテでは黄色とか赤とか上から塗装する場合、サフでもやばいぐらい色が透けて全然色が乗らないので、他の色のカラーパテも持ってた方がいいですね。だいたいできたら筋彫りしてディティール増やしていきます。原作のゼロじゃなくてメタルギアのライデンとかのデザインを参考にしてそれっぽいのを彫っていきます。慣れていないのでガイドテープ貼ってから彫ります。ただこのガイドテープは当たり前の話なんですけど、一度剥がしたらもう使えないのであんまりコスパは良くないですね。ナイフで軽く引いた後、ラインチゼルで彫っていきます。怪我をしないようにスマホ用の指サックをつけてみたんですけど、これつけててなんかイライラするので失敗だったかもしれないです。だいたい彫ったらペイントリムーバーで色を落として洗います。リムーバーがベトベトに固まるので超絶ハードモードでした。これならシンナードブつけの方がマシだったかもしれないですね。あとタオルに色がついて1枚台無しにしました。これ一番くじの響さんのタオルなんですけど、気に入ってたのにまあいっか。プラ板でさらにディティール増やしていきます。これもメタルギアのライデンとかホビージャパンのガンプラの作例とか見ながらそれっぽい箇所にベタベタ貼ってきます。セメントを流したりしながら貼っていくんですけど、接着剤がにじんでパーツがぐちゃる箇所が非常に多いんですよね。他にいい方法があるのかわかんないですけど、もうとりあえずこれで進めてます。ロックマンゼロ的に言うならハードモードでプレイしてるはいいけど、リザルトで C レベルクリアって感じですね。SNK vs カプコン SVC カオスって格闘ゲームでもゼロが使えるんですけど、これ挑発ボタンを押すとですね、問題ない F レベルだってセリフを発するんですけど、なんかもう超かっこいいんですよ。あとこのキットはアドハミ加工がだいぶしやすいように作られてます。とりあえず組んで全体見てみると、頑張ってる割にはあんまり密度増えてなくてちょっとショックでしたね。もう少し増やしてみます。肩と足にマイナスモールド開けるように 3mm の穴を開けます。スピンブレードが結構綺麗に穴が開きます。ロックマイク3でスピニングブレードっていう名前も見た目もかっこいいんだけど、全然使い道のない特殊武器があるってのを思い出しました。手の甲にも細く切ったプラ板を地道に貼って
ていきましたね。これ3時間ぐらいかかりました。さらに1ミリ穴足したり、パテで走行持ったりやってみたんですけど、曲線が多いキャラってむずいっすね。あと Z セイバーに接着剤こぼして綺麗なクリアパーツが台無しになってしまったので、サンドペーパーとコンパウドで結構磨いてみたんですが、すでに手遅れだったので、しょうがなくクリアグリーンとエメラルドグリーン、ホワイトで、この順番でがっつりグラデーションを重ね塗りしてごまかしておきました。応急処置にしては結構うまくいきましたね。全部塗り終えました。最初はノーマルカラーで塗ろうと思ったんですけど、表面処理があまりに雑な仕上がりだったので、暗い色でごまかしてハードモードって感じにしてます。ディティール追加してんのにそれをあまり見せたくないという矛盾を抱えてますね。組み立ててメタルマイナスモールドで、これはめていきます。最初はヘキサギアのディティールキャップが余ってたんで、それ使おうと思ってたんですけど、お店でこれを見つけたら欲しくなって700円もしたんですけど、こっちにしました。もうこれで完成でいいかなーって思ったんですけど、一晩寝てからもう一回見直したら、やっぱり顔も少しは塗っておきたくなったんで、色も塗ることにします。パレホで薄くそれっぽく陰影つけていきます。目は白目の部分だけシャドウを描き込んでおきました。そしたら完成です。